フーズ・フー・イン・チャイナ・サプル・ツー・フォース・エイド、数作家から1973年11月7日は、中華民国の軍人、政治家、東北陸軍出身で砲兵を専門とする。後に、国民革命軍に属した。字は、武けキツ吉林将軍管轄区吉林府出身。はじめは、吉林悠久市販附属高等小学で学んだが、1908年に、 キツリン陸軍小学へ入学し、卒業後は、キツリンで、盲言の舞台で、見習い軍艦を経て1914年には、陸軍第一予備学校に進学した。1916年、ホテ陸軍軍艦学校を5期生に進学し、留学生予備隊に編入される。翌1917年に、日本へ留学、久留米市の野砲兵、第24連隊で実習に従事し、 陸軍主管学校第十二期砲兵科で学んだ。卒業後の1919 19年に帰国、団紀随率いる参戦軍の共同団に、砲兵教官として、所属、副隊長、団長代理を経て、後に、重砲栄長を務める。同年10月に東三政巡越し守る隊、根成団参謀となり、これ以降は法天派に属した。1922年11月、 東三省陸軍砲兵第四弾団長に就任1925年には砲兵第一旅び長に昇進している。同年11月、各省令が張作林に反旗を翻して東北国民軍を結成すると総司令部参謀長に寄与される。しかし、数は張作林と内通しており、12月7日の金州、占領後、時間稼ぎを起とした数は、 各省令に3日間の部隊の休息を愚信した。事実、将兵は連日の戦闘と投章で疲弊しきっていたため、各省令もこれに同意したが、張作林はこの間に反撃に転じ、東北国民軍は破壊数は、各の逃亡を見届けると全軍に戦闘停止命令を下し、張学良に電話で、これまでの状況を報告した。 長輩下に戻った後は各廃止の功績から累進し、1926年、法天派の法平総司令となり、翌1927年には法平軍軍長を務める。北京政府が中国国民党の北伐軍に敗北すると、数も東北に戻り、公安区トンコン特弁に任ぜられた。長学良が国民政府へ液使すると、数もこれに追随している。 1930年1月、数作家は、聖典白日勲章などを授与された。1933年5月、国民政府軍事委員会北平文化委員に任命される。翌1934年9月には、陸軍砲兵学校校長に転任、間もなく同校教育長として実務に当たった。1935年4月、陸軍少将区組を授与される。 日中戦争が勃発すると、全国方兵装式に任命された。1940年、軍事委員会方兵装式に改組され、同年5月には、吉林省政府主席に任ぜられたが、名目のみで実際に省政府は組織されなかった。1943年12月、国民政府三軍どころ参軍に任命され、1945年5月には、国民党、 第6期中央執行委員候補に選出されている。日中戦争終結後の1945年9月、数作家は東北行営政治委員会委員に任命され、同年11月、陸軍二級上昇区組を授与される。1948年2月、戦略顧問委員会委員に任命され、同年3月には雪乗り国民大会代表に選出された。 1949年、国境内戦敗北に伴い、台湾に逃れた。1953年に退役し、以後、総統府国策顧問、幸福大陸設計研究委員会委員を歴任する。国民大会では、1954年2月の第2回会議と1960年2月の第3回会議でいずれも会議主席団主席を務めた。 1973年11月7日、台北市にて病没。去年80、ありがとうございます。